高校一発第9レース発走です。最外7番車平川慎太郎自ら前取りへと出ました。内のコースからは2番の片桐前夜ですが、4番車の佐々木雄一がまず7番の平川にマーク、2番の片桐はただいま3番手、3番の松永明憲、そして5番の伊藤和孝とついていますが、伊藤が1車かわして双子さんと並びを作るところ、後方から1番の横瀬聡上昇で佐賀勢の3番手九州ラインが前段、4番手以降3車2番の片桐からの連携で、6番の高橋明沙短期戦の最後尾です。3対3対1の1列棒状でまもなく2周回目と入ります。正攻法7番の平川です。佐世保は2月の優勝以来の参戦です。追っていくは同県4番の佐々木翔一、先場所の松山最終日は6番手2センターから外を踏んでの強襲撃を見せていました。1番の横瀬が佐賀勢追っていきまして9周以来の連弾です。2番の片桐が4番手、佐世保は初参戦です。先手有利のバンクかけていい結果につなげたいところでありましょうか。追走は5番の伊藤、300勝まであと3つとしております。3番の松永が関東勢を追って、6番の高橋明沙は短期戦で最後尾です。2番の片桐が少し前と車間を切っている状態から、さあ赤満周回のホームにかけてスーッと車を進めてきました。7番の平川を抑えます。九州ラインは前受けから車をさっと引いていきまして、6番の短期高橋が切れ目の4番手に上がっていって、3対1対3と前後体型入れ替わりました。2番の片桐が後ろ、平川の出方を伺いながら流して壁を引いての3コーナーです。その7番の平川5番手、おっと4番手まずは内を救っていきましたが、4番車佐々木との間に6番の高橋が割り込んでいます。佐々木は6番高橋を救っていきまして佐賀勢連結を戻しました。さあ2番の片桐がかける展開、追走5番の伊藤は番手すんなり、3番のバスターが3番手、7番手の平川、4番の佐々木、4、5番手が佐賀勢、6番の高橋が6番手余って1番の横瀬が最後尾、1列棒状、さあ3コーナーからセンター、7番の平川が溜めて4番手から外踏んでいきまして4コーナー勝負直線です。2番の片桐まとめて7番の平川捉えていきました。7番の平川慎太郎、第9レース予選競争の4組目です。2番の片桐前夜がかけました。すんなりの5番の伊藤、そして3番松永までできていましたが、7番の平川4番手キープから4コーナー勝負に出ましたが、一気に前を捉えていきました。2番の片桐が粘って2着、3着4番車の佐々木で7番2番4番の入選順です。決定までしばらくお待ちください。第9レースでした。